大葉武俊毒薬自殺鬼炭1どうも不思議だ。と医学士相楽君は電車を降り自分の勤め先である罰病院の方に道をたどりながら考えていた。 この考え事はけれど今始まったものではない昨夜彼が寝床につかんとしていた時突然の電報で驚かされてからというもの彼はずっと「不思議だ不思議だ」とつぶやき続けてきたのであるでは何が不思議だというのであろうそれは彼のポケットの中にもみくちゃになって押し込まれているその電報というのを見ればわかる すなわち山田今毒薬自殺すなのである相良君の友人の山田は高等学校時代の同期生で大学の放課を出ると例に漏れず産業予備軍に編入されていた。 だから相良くんはよく病院の帰りなぞに疲れた体を喫茶店のテーブルに座らせに行くとそこでばったり先客になっている山田に出っくわして元気のない悲観した顔と文字通りの青い吐息とを見あるいは聞かされたものだその頃、そうだ相良くんは山田が口癖のように「おら自殺した方がマシだよ!と」と 吐き出すように言っていたのを覚えているだから今度の彼の自殺の原因は一応そんなところに敗退しているのかもしれない少なくともその口癖を聞いたことのある人ならば考えるかもしれないのだだがそれは明らかに誤謬であるその訳はまあ後で読んでいただきたい 3ある朝のこと相良君と山田との間にはまたこういうこともあった相良君が例によってロボットのごとく詰めかける患者の列を診察しているとひょっくりそこへ顔を出したのが山田である「おおどうしたんだい?」と聞くと「どうも体の具合が悪くってね」 ちょっと見てもらいたいんだ。と、しょげた顔を一層しょげさせて答えた。で、相良くんは丁寧に見たのだが、なるほど、彼のルンペン生活は彼の体をすっかりふやけさせ、おまけにひどい栄養不良ぶりを示させていた。君、こらあいかんよ。することがなかったら、毎日運動でもするこったね。人間の体だって、 遊ばせておくとやはりサビが出てくるものだよ相良くんは友達がいに注意したのだがやがてカルテを引き寄せると君は無職者のくせに居候を養っているらしいと笑った処方はかなり強力な虫下しだった相良くんはそれですっかりいいものと思っていただが それから数日経ったある日ふと街で行き合ってみると山田は相変わらず青いやつれた顔をしていて「一時はおかげでよかったがねしかしまたダメさ俺のはひどくたちの悪い寄生虫らしいよこれから逃れるには俺自身生命を絶つよりほかはありそうにないよ」と憂鬱に言った。 だからあげようと思えばこの彼を苦しめた宿はも彼の自殺原因には十分なりえるのであろうがしかしこれも結局認識不足のそしりは免れないまああとを読んでいただきたい4山田に恋人があったことは 相良くんはじめ誰一人として彼の友人ならば知らぬものはないピアノのある豪奢な家のお嬢さんで女学校を出たばかり色の白い目のパッチリした美少女であるだが悲しいことには100%の肩こいで彼は長い間何らお嬢さんから愛を報いられる幸運は持ちえなかったらしいもちろん出した手紙の返事をもらったこともなければ 偶然路上で出会ってもろくな一別も与えられなかったものだだから山田は現に23日前相良君に手紙を寄せて次のようなことを言ってきている僕の胸の痛みは僕が自殺しない限り僕を猛烈に責めさいなむだろうだから僕は決心したこの苦痛からいっそ逃避するために 自殺しようと僕はそれゆえ今彼女に宛てて最後の手紙を書き与えようとしている僕はその手紙で彼女の恋愛不感症を力いっぱい嘲笑してやるつもりだこれは山田の神経衰弱のたわごとだろうと相良君は点で相手にしていなかっただが彼が本当に自殺してしまった現在となっては あるいはこの失恋が自殺原因の根幹だと取られないものでもないしかしこれも完全に的外れであることは次を読んでいただければおのずと明らかになるはずである5それはちょうど昨日すなわち 山田が自殺した当日の午前であったカレンダーは日曜の赤札であり相良くんは久しぶりに明るい気持ちになって華やかな街のウィンドウショッピングに出かけたのであったがそこではからずも驚くべき光景に出っ加わしたのであったそれは何であったろうすなわち日頃あんなに陰鬱極まる顔をしている山田が これはまた何という変わりようであろうか風呂から上がって散髪屋に回ってきたような小ざっぱりした顔をして元気よく向こうからカ歩してきたのだが相良くんを見ると大声を上げて「よう、どうしたい大将」と声をかけたのであった相良くんは呆然とさせられてしまった事実人違いじゃないかとすら思ったほどだ だが我に返って話を聞いてみるとこれはまたいかにも無理のない次第だった彼は今朝会社から辞令を受け取って月給90円のサラリーマンになることができたのだというそれはおめでたい相良くんもすっかり嬉しくなって相手の手をぎっしり握ったがふと気がついてそれにしても顔色がバカにいいようだが 就職で病気もいっぺんにすっ飛んじまったのかいと冗談らしく尋ねると山田は急に顔を照れさせながらどぎまぎと何昨日から腹下しをしてねそら猛烈なそれでさすがの寄生虫もすっかり出ちまったらしいんだ10年この方ない爽快さを実は今朝覚えているわけなんだもう二度と再び虫なんかに悩まされやしないだろうよ と答えたなるほど相良君は笑ったそれじゃあ君が手紙で起こした自殺の話は無期延期になったわけだねいや絶対中止にすることにしたよ中止にまあこれを見てくれ今朝はなんて運のいい朝だろう僕はこれを 会社の辞令と同時に受け取ったのだよ差し出された一通の封書なんとそれは例の肩こ恋のお嬢さんから彼の求愛に応える胸を書き記したピンク色の可憐んな恋文だったのだ六。けれど諸君 山田がその夕方自殺したことはあくまで事実なのである話に聞くと下宿の女中が夕飯を持って彼の部屋に行った時は山田の体は幾日も掃除をしない散らかしっぱなしの部屋の中に大の字になって冷たくなっていたのだというそして他殺でない証拠には机の上に次のような遺書が レターペーパーに走り書きされて残っていたのである僕はいろいろ考えてみて結局自殺するのが一番僕にとって適切であることを認めたこれは今さらの考えではないが長い間最後の決心がつきかねていたものだこの決心は今日ある機会に突然固まったものでそうした機会がなかったらあるいは僕は まだぐずぐず思いまどっていたのかもしれないのだなぜかといえば僕は歴史だとか歴史だとかの醜悪な死にようを嫌悪していたからだ今日僕は歯の痛いのを我慢できず罰薬店の薬局を訪れた薬剤師の罰くんは世間話をしているうちにトイレに立ったその時 僕は何の気なしに棚の上を眺めそこに劇薬とカレッテルの貼ってある薬瓶を発見したのだ僕の頭には天候のごとく自殺という考えがひらめいた僕はとっさにその瓶をポケットに入れ戻ってきたバツくんに別れを告げて罰薬店を出たのだった僕はもう絶好の機会をいまさら失おうとは思わない 僕はこれから直ちにこの薬を服用する。さらば治癒諸君。達者で幸福に暮らしてくれ。さようなら。読者諸君。これが不思議でないはずはないではないか。 相良くんが解決に苦しみ抜いているのも無理ではなかろうで相良くんはとうとう罰病院の門をくぐり院,院室に上着を脱ぎ診察室に顔を出すまで不思議だ不思議だとつぶやき続けたそして午前が午後になってしまった午後は外来が多少少なくなった相良くんは気持ちに余裕ができると また山田のことを考えていた。と、そこへ顔を出したのが、行きつけの飲み屋の亭主だった。えい、どうも体の具合が優れませんものですから。相良君は事務的に聴診器を太った亭主の体に当てた。亭主は一人でしゃべり出した。先生、山田さんはお気の毒だったそうですね。 昨日はあんなにお元気でいられましたのにねえ山田は亭主の店に相当な借金があったことをがらは知っていただから彼は亭主の話にかかり合いにならず知らぬ顔をしていったどうも君はひどい寄生虫に取りつかれているようだなえ寄生虫そうですか山田さんもやはりこれだったそうですね 君には一つ思い切って強い薬をやろう体も丈夫そうだからねアルコール分は確か君は取らなかったはずだろう。えい商売は飲み屋でも私は生まれつきの下戸でしてね相良君はペンを取り上げた亭主は衣類を肩に入れながらところで先生山田さんはどうしてお死人に,になったんです 私には腑に落ち込ねるんですがね。だって昨日の午後なんか、えらい異常気限で店にいらして、就職もしたし、恋も得たし、体の具合もすっかり良くなったから、今日は一世一代の祝杯をあげるんだって、とても元気にメートルをあげていらっしゃったんですからね。えーと、支援過炭素を罰グラム。 君は亭主の情絶を聞き流してカルテを書き終わったそれと同時にこの薬は亡き友山田の遺書の上にビンゴと転がっていたものであることを思い浮かべていた彼はそのことから亡き友への追憶を誘われ彼への同情を新たにさせられたがちょうどその時だ彼の脳裏を急にかすめたいなまのような影があった 彼は突然立ち上がって叫んだのだ。おい、親父さん。山田は昨日の午後、酒を飲みやしなかったかい亭主はびっくりして、きょとんとしたが。はい、ずいぶんとお飲みになりましたよ。体の調子がバカにいいから、久しぶりに胃に堪能させてやるんだって。バカ、バカなんてバカをやるんだ 君はそこで我を忘れて怒鳴ったのだったおい君間違っても酒を飲むなよこの薬を飲んだ後で酒を飲むと君には女房も子供も金も店,も店も就職もピアノのお嬢さんもみんなみんななくなってしまうんだぞ拾ったピストル 従軍記者という名のを与えられない今度の満州事変では何かにつけて特派員たちは不自由であったその中で特に彼らを心もとなくさせたことは新編の無防御である一旦大部隊に付随してそれも部隊本部あたりへへばりついて前進するのなら流れ弾にでもやられる以外まず心配はないというものだがそんなことでは特種をキャッチするチャンスなど得られようはずはない 勢い、各自抜け駆けの巧妙を心がけて前線へ前線へと停止するのであるおい何か欲しいなアメリカギャングの持ってるマシンガンだなやつをな心細くなるとお決まりに漏らし合うのがこの言葉である確かに万一敵とパッタリ鼻を突き合わしたような場合 身に寸鉄を帯びない者の哀れさは想像にかくないわけだだがこの武器というやつなかなか思うように手に入る代物ではない落ちていないだろうか貴族のやつでも御信用くらいにはなるんだがな彼らの目は新しい戦線を通過するごとに早ヤブのごとくすばしこく付近を探索する敵兵の屍でもあれば 得たり賢しと服装を点検するだがそんなところに目指すピストルなど落ちているような試しはなかった「剣撃相ました修羅のちまたに銃器の十の字も落ちていないだ。こら一体どうしたもんだろうな失望させられるごとに一様に小首をかしげるのだがそれは彼らの認識不足だったことがほどへて分かった」というのは 先発の兵士連中がいいち早く分取ってるるのである兵隊だって生身だ生命に対する不安は事故を二重にも三重にも防衛させたがるのは無理はない一日憲兵の一人が三丁くらいの拳銃を腰にぶら下げているのを発見してなるほどなぁとこの間の事情を記者たちは合点したのであったで彼らはこうした事情が飲み込めてからは かなり危険を冒しても未開拓の方を少量する方針をとった時と,とすると軍用列車の停車中を利用して付近の草むらの中をいやその辺りにはかつて貴族が潜んでいたことがあったのだ駆け回ったり軍隊に離れて知らぬ場所を歩き回ってとんでもない目に遭ったり色々いろいろな難行苦行をあえてしたところで彼らは その牢に報いられる結果を得たであろうか。それは全く脳であった。ちくしょう戦場というところは恐ろしく獲物に不自由するところだな。一同はついにダーッとなった。がある日のこと。一人の N という男が鬼の首でも取ったように勢いづいて帰ってきた。 見ればなんとその手には、ものすごい大型ピストルが握られている。ああ、これは貴様、大変なものをせしめてきたな。数十の目は、驚嘆と煽棒の色に輝いた。どこでどうしたんだ。拾ったんじゃない、発掘したんじゃ。苦心したぞ、敵兵の長靴が土の中から出とるんで、 俺はそいつを泥の中から掘り出してやっとこいつを探し出したんじゃ。うーんと一同は音を上げた。こいつにはかなわねえといった気持ちと、畜生、なんてうまくやりやがったという感情の工作なのだ。ちょっと俺に持たせろよ。いや、旧式ブラウニングだな。玉がいっぱい詰め込まれたままじゃないか。 すげえぞ射程距離はどのくらいだろうな手から手へと宝物ででもあるかのように渡されていく古びた拳銃を眺めながら N は公然と肩をそびやかした「ふふん、<laughs> どんなもんじゃい」といったふうにそれから話は数日後のことに飛ぶのだがある日彼らの一団はある特殊な情報を得て A 村から B 村に自動車を走らせることになったちょうど A 村を出発するのが運悪く夕刻になったがそこは各自の任務が任務であるだけにあえて夜間走破を決行したが運の悪い時には仕方のないものでもう大方 B 村に近いといった辺たりで中の1台が故障を起こしぽつんと闇の荒野に取り残されてしまったのである 弱ったなあ薄暗いルームランプの下に5人の不運な連中が顔を見合わせた一体どうしたものだろう意見はあれこれと取り交わされた自動車を捨ててしまうのも誠に惜しい話だしさりとてこのままここに徹夜したならば任務が果たされないもちろんこの場合 我こそ B 村に単独歩行を試みようと申し出るものもあろうはずはないよしじゃあ俺が自動車に残るみんなは B 村に出発してくれその時決然と叫んだのが前述の N であった何君が俺には拳銃がある自動車は俺が警備しよう 明朝になったら職行を連れて迎えに来てくれ一同は N の勇気には算誕の声を惜しまなかった「大丈夫か大丈夫か」と念を押しながらも結局彼らは浮き足立って N の言葉通りになることになったじゃあくれぐれも気をつけてな貴族が出ないように祈ってるぞ何 これさえありゃあ貴族ぐらいおっかねえものかだが一人になるとさすがに N も心細かったしんしんと老けてゆく夜 N は固く固く拳銃を握りしめて針の落ちるような音にも耳を澄ました2時間3時間そして星座が西に傾いた ほっとした気持ちとともに今度はむやみと武者震いが出てきた一人か二人ぐらいなら貴族でも出てくれないだろうかズドンと一発卑族のやつが見事にひっくり返る N は燃えるような闘争心と冒険に対する好奇心とそれに同僚に誇りたい功名心とを身の内いっぱいに沸き立たせた貴族よ いでよいや出てくれ彼は安全装置を外した拳銃を空気銃を買ってもらった子供のようにやけに元気よく振り回しながらすでに行政の瞬き始めた夜空の下を威張って歩き始めた一人ぐらい殺さんと拳銃を拾ったかいがないぞそれに第一土産話もできないじゃないか 今は貴族の出現を祈る心にさえなっていた暗闇の中に何か動くようなものを認めると歓喜に似た衝動をさえ感じじっと獲物を狙う猟犬のように身構えただが N の待望はついに実現されずに夜が明けたおお貴様無事だったか職工を連れて夜明けとともに迎えにやってきた同僚たちは 自動車のステップに呉然と腰をかけて眼光鋭く拳銃を車に構えている N を発見して声を上げた「貴様すげえぞ!」N はしかしジロリと一同を軽蔑するようにそしてまたさもさもいまいましくてたまらぬように相手を眺め回して舌打ちした「畜生卑族の火の字も顔を出さねえ」 ひどく退屈な一晩じゃったよけれど話にはまだとがあった B 村にそれから一同と共に引き上げてきた N は朝飯の雑炊を囲むとよほど昨夜来の鬱憤が収まりきれなかったものと見えてにわに秘蔵の拳銃を取り上げると門外を走ってゆくしなけんめがけて一発ぶっ放そうとしたがが拳銃は 一堂の中止の中でガチリと小さな音を立てただけだったうわっおかしいぞ再びカチリ品犬は平気で走り去っていった N の顔はさっと変わったえ壊れている拳銃は壊れていたんだかわいそうに、 N はその場に伸びてしまったのだった。